いつでもどこでも NHK の番組を NHK プラス。総合テレビと E テレの番組を放送と同時に、さらに放送後も1週間ご覧いただけるサービスです。見たいと思っていたあの番組を、あのシーンを、いつでもどこでも何度でもご覧いただけます。受信契約をされている方が登録いただくことで、ご家族皆さんがご利用いただけます。 NHK プラスをご利用いただくための利用登録の手続きをご案内します。登録方法は簡単。まずは NHK プラスのインフォメーションページにアクセスしてください。スマートフォンの場合はこちらの二次元コードから、パソコンの場合は NHK プラスのトップページから、初めての方はこちらを押してください。インフォメーションページにアクセスできます。それでは登録手続きの方法を詳しくご説明します。ここからは登録の流れに沿ってスマートフォンのブラウザ画面で説明していきます。黄色いインフォメーションページの今すぐ NHK プラスを始めるを押して、NHK プラス利用申し込みのページへ。表示された利用規約の内容を確認して、よろしければ利用規約に同意するにチェックしてください。さらにプライバシーノーティスをご確認いただき、メールアドレスの入力画面が表示されますので、受信契約者ご本人と連絡の取れるメールアドレスを入力してください。確認に進むを押して、入力内容を確認したら送信するを押してください。その後 NHK から入力していただいたメールアドレスにご利用手続きメールが届きます。メール本文から入力画面へのリンクを押してください。ここからは登録情報の設定です。この画面では ID とパスワードを設定します。今後 NHK プラスを利用する上で非常に重要な情報です。またご家族で利用していただくものです。忘れないようにしてください。では最初に ID を設定します。 ID は登録したメールアドレスと一緒で大丈夫です。メールアドレス以外を設定したい場合は、好きな ID を自由に設定するを選んでください。使える文字は半角で、 A 大文字、 A 小文字、数字、記号、7から100文字で設定してください。続いてパスワードを設定します。 ID と同じく文字はすべて半角です。使える文字は A 大文字、 A 小文字、数字、記号のうち2種類以上を組み合わせ、8から64文字で設定してください。表示を押すと入力した内容が確認できますので、大文字、小文字の区別も含めてご確認ください。パスワードは氏名、電話番号、誕生日など他人に推測されやすい文字で設定すると不正に使用される恐れがあります。ご注意ください。また文字入力でお困りの方は、詳しく説明しているこちらの動画をご覧ください。文字入力のほか、皆様からの質問が多いポイントを説明した動画は、インフォメーションページの動画はこちらをクリックからご覧いただけます。パスワードを入力した後は手順が2つに分かれます。仮登録で始める、すぐに ID を発行で利用を始めることもできますが、まずは下の本登録に進む、放送受信契約情報を入力の手順をご紹介します。受信契約をされている方のお名前と住所を入力してください。集合住宅やビルにお住まいの方は、建物名や部屋番号を必ず入力してください。入力が完了したら内容を確認して、本登録申し込みを押してください。 NHK 側で契約情報が確認できたら登録完了。後日登録完了を知らせるハガキをお送りします。
引っ越しで現在お住まいの住所と受信契約上の住所が異なる場合などは、放送受信契約情報の内容を変更してください。すべての情報を入力したら、あとはログインするだけ。ここからはスマートフォンやタブレットでのアプリダウンロードについて説明します。本登録申し込み完了画面にあるそれぞれの OS のアプリストアから NHK プラスのアプリをダウンロードしてください。ダウンロード後、アプリを開いてください。今すぐ始めるを押します。利用規約をご確認いただき、同意して次へ。プライバシーノーティスをご確認いただき、確認して利用を開始を押します。ログイン・利用案内を押して、 ID とパスワードを入力し、利用を開始してください。また NHK プラスはパソコンやスマートフォン、タブレットのブラウザでもご利用いただけます。テレビ向けアプリもあります。画面のアドレスから説明をご覧ください。二次元コードを読み取ってアクセスすることもできます。ID とパスワードを登録した後、本登録に進まず放送受信契約情報の入力を後回しにして、仮登録で NHK プラスを利用することも可能です。同時配信に加え、見逃し番組もご覧いただけますが、いずれも再生開始時などに放送受信契約情報の入力を求めるメッセージが一時的に表示されます。また仮登録の有効期限は1ヶ月です。1ヶ月以内にマイページより放送受信契約情報を入力する本登録の申し込みをお願いします。その間に入力しないと ID が無効になりますので、ご注意ください。 NHK プラスの登録で追加の負担はありません。アプリのダウンロードや登録・利用方法など困ったことがあれば、インフォメーションページをご覧ください。いつでもどこでも NHK の番組が楽しめる NHK プラスをぜひご利用ください。